レッド。そろそろ出番かしら。面目ねえ。ナミさんとロビンちゃんと一緒にいながら守れなかった。二人を危険にさらした。一応私もいたんですけど。まあまあ、サンジ君、幸い私たちの身に何もなかったみたいだしね、ロビン。うん。それじゃあ俺の気が済まねえ。切腹だな。俺が解釈してやる。なんだと？てめえもさらわれてやがったくせに、クソ回りもが。さらわれた覚えはねえ。覚えてねえだけだろうが。なあお前、なんでこいつらをさらったりしたんだ。さらったのはオイラじゃねえよ。オイラの親分だ。てめえの親分だと？じゃあ私たちをさらった理由も、その親分って人の正体も何も言えないってわけ。おいら口が堅えんだ。おいタヌキ、その親分ってやつのとこに俺を連れてけよ。いいぞ。それはいいのかよ。ちょっとルフィ、そんなやつに会ってどうすんのよ。相手から会う、それだけだ。俺もやられっぱなしは気に食わねえな。え、まあそりゃ私もこんなモヤモヤした気持ちのまま終わらせたくはないけど。ナミさん、ご安心を。ナミさんとロビンちゃんの身はこの愛の騎士サンジメが命に変えても。遠足日和ですね。よほほ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 。島に入ってはいけない病が。もうどっぷり入っちまってるぞ。島の奥地に入ってはいけない病が。何回も入ってるぞ。島の奥地の親分がいる特定地域に入ってはいけない病が。ずいぶんピンポイントなのね。治ったらまた会いましょうね。おい待ってくれみんな。一人にされるとかえって不安になる病が。素敵。いい、これも町のためよ。頼りにしてるからね。助かるわ。足元に気をつけて。お願いね。またね。ようこそ。どれにする？どれにする？毎度あり。そこだ。
メイラを騙してたことはすまねえと思ってる。でもオイラ親分の役に立ちてんだ。お前ものすごく好きなんだな、その親分のことが。ああ、ものすげえ大好きだ。ほら、こっちだ。この奥で親分が待ってる。今度は魚人島か。これまでに行った場所も俺たちの見覚えのある風景ばかりだったよな。これも全部あんたの力で？オイラじゃねえよ。オイラを使って親分が作ったんだ。すげえだろ、ぬきき。何のために作ったのかしらね。何のためって、そりゃ内緒だ。あら残念。待てよ、魚人島が舞台ってことは、ここにいるのは打ち水だった。不意打ちたいただけねえな。殺すぞ白髪染め。俺はやはり天に選ばれた存在のようだ。再びこうしてお前ら下等生物への復讐の機会を得たのだからな、ホーディ。じゃあ新たな戦線の始まりだ。もしかしてあれが親分さんってわけじゃありませんよね。あれは親分じゃねえ。今まで戦ってきたやつと同じで、親分が葉っぱを変化させたやつだ。すげえだろ。お前人間みてえに複雑なもんはできねえって言ってたじゃねえか。オイラには無理って言ったんだ。でも親分にはできる。親分は特別だからな、ウキキ。お前の力でどうにか戦わずに済ませることはできねえのか。無理だ、あいつら親分の言うことしか聞かねえもん。それにできたとしてもオイラが親分に逆らうわけねえだろ。頑張って戦え、ウソップ。トラケリ。少しは楽しめたことない。なんだかクソガッケ。よし。
Oh,
また服をもらいたいわ。
すぐにここに来られるなんて。パト、なんでお前の親分は人形を作ってくれねえんだ。わからねえ。シュー！かす！戦線は終わらせねえぞ、麦わら。お前は魚人島へは帰れねえ。なんだと？ここで俺たちが倒す。叩き潰した。
さすがだな。てめえか、こんなふざけた戦いを仕掛けてきやがったな。まさか赤の伯爵レッドフィールド。ロビン知ってるの？昔白ひげやゴールドロジャーと共に名を馳せた海賊の一人よ。レッドフィールド？はて、俺に何の用だ？用があるのは貴様の頭の中身だ。頭の中身？我は生まれつき見聞色が強すぎてな。騒がしいくらいに人の心の声が聞こえる。そしてこうして触れればより奥底にあるものも。先ほどのものもこの魚人島の風景も貴様らの心を歯に書き記し再現したものだ。一体何のために？答えは単純。手に入れた道具を試しただけだ。ルーキーにしてはなかなかの修羅場をくぐってきたようだな。おかげで素晴らしいものが手に入った。ネプチューン、ビビ、ドルトン、これだけの要人が集まればかなりよからぬこともできてしまうわね。ジジイ、何を企んでやがる。ビビチ王になるのさ。海賊の王にな。海賊王になるのは俺だ。貴様の心はまっすぐすぎる。てめえ、うりゃそろいもそろって期待外れだな。ここで殺しておくか。やめてくれ、おやぶ。殺す必要はねえだろ。こっちに来い、パト。目的を達成するには情けも甘さも捨てねばならん。これから我の歩む道は修羅の道だ。こいつがいれば十分だ。修羅の道に貴様は必要ない。さらばだ、パート。勝手に盛り上がったまま消えてくんじゃねえ。もう少し遊んでいけ。必要なものは手に入れた。この島でやり残したこともある。故に貴様らと戯れる暇はない。我を追えば傷つくだけだ。体も心もな。今さら傷の一つや二つ増えようとどうということはねえ。よかろう。では傷を負うがいい。うわ！
同じか。うららららら、らまさかエースの弟と戦う羽目になるとはな。おっさんはエースの父親代わりで俺の恩人だ。できることなら戦いたくねえ。戦わなきゃ死ぬだけだ。その程度なのか。エースが命を投げ打って助けた男の覚悟は。今のは忘れてくれ。全力でぶっ飛ばす。そう来なきゃな、ま、かかってこい。俺は白ひげだ。じゃねえか。ありがとう、白ひげのおっさん。もらった命は無駄にしねえ。俺たちが今まで会ってきた奴らも
こんな風に好き勝手利用されるってことだよな。許せませんね。町へ向かったみてえだな。後を追うぞ。オイラは？なあ、オイラはこれからどうしたらいいんだ。お前はどうしてんだ。え、おい、待ってくれよ。なあ、こんなのはどうかしら。俺に任せとけよ。この技は強いぞ。試してみるぜ。任せとけ。なんだ、結局俺たちについてきたのか、お前。なんだとなんだ、おめえらを助けたせいでおいらは親分に捨てられたんだぞ。おめえらにはおいらの面倒を見る義務があるんだ。何が義務だ、奴の片棒を担いでやがったくせに。っていうか今すぐロビンちゃんの膝の上から降りやがれ、クソタヌキ。ねえ、あなたと親分さんはどんな関係なの。親分はずっと昔、オイラを海に連れ出してくれたんだ。オイラ、どこかの誰かにずっと閉じ込められてたんだ。暗くて狭いところに。でも、親分がそこから助けてくれて、それから二人で海賊さ。でも、なあ、このまま俺たちの仲間になればいいんじゃねえか。どうしてかは、こいつが決めることだ。そっか。してるからね。町が元気になるわ。いいわね。気をつけてね。お願いね。お願いね。